走り、舞、乱両王での敬遠打掛け打掛けとは、古来、儀式の時に武漢が、礼服の上に着用した抜き頭衣型の衣服。中央にある穴に頭、首を通す形となり、胸部と背部に当てて着用し、上から帯を締める。類似した衣装を武学でも使用し、武学装束の一つも指す。礼儀には打掛けについて記載があり、いい、一辺当たりせ。 一辺当たり胸、小岩く打ち掛けなり、と記され、現代の様式と大きくは変わっていない。打ち掛けは、いわゆる抜き頭衣で、主に長方形に仕立てた、不白類の中央に空白を作り、そこに頭を通して着る衣服のことである。平安時代中期の緩和辞書である、和名類受賞では訓読みで、打ち掛けとしている。本来は上半身を保護する目的で着用する衣服、 ついで上半身に身につける、鎧のような防具類であったが、次第に意義を示す趣向を持ち、刺繍を施したり、錦を用いる衣装に発展したと考えられている。養老律令の衣服例では、F の得さは、縫いの打ち掛け、表へだしの得さは、運金の打ち掛けを暗い襖の上に加えるとあり、続いて、回収の日などには、F の得さは、 二式の打掛けをくらい襖の上に加えるといった規定をしている。天皇行行の際は、この絵譜に属するかよちょうも人への衣服である不産の上に布製の打掛けを着用した。走りい、抜刀での剣打掛け部く装束できる打掛けは、前の種類で大別でき、一つは剣や盾、武器類を持って舞う、部のいできる、金蘭園。 もう一つは軽快なリズムで走るように舞う、走り舞いできる慶應の二つが代表的である。金蘭園は、錦の生地に縁取りは金蘭を施す。主に部の舞で使用するが、曲によっては、陶磁師などの文様で飾った万英装束となり、打ちかけは用いない。もうゆかりは、錦か空織りの生地に、縁取りは、ギートやアサイトを束ねたふさ飾りを囲むように巡らす。 元々は毛皮を縁に付け加えていたが、時代の経過とともに、ふさ飾りの装飾が定着したと見られている。主に走り前で使用する。平安時代末期の全面ホッケ両冊子、鎌倉時代のカスガゴ元気絵巻には、打掛け装束を身に付け前に興じる様子が描かれている。高野山、天野社が所有していた打掛。僕名に、和4年3月16日とあり、 金乱は、元皇期の品を輸入して制作したと見立てられている。南北朝時代の現存品。高野山、天野社が所有していた、同時用の装束。木署名に、令和4年3月16日とありその年代の、打ち掛けともされるが、後の京都徳3年に新調した、多量品の一つとの見解もある。いずれにしても14世紀から15世紀、室町時代の現存品となる。 保存状態が良く、工芸や復職詞の資料と価値が高い。江戸時代の現存品、走り前の環状楽で使用した打ち掛け、江戸時代の現存品、走り前の鷹のりで使用した打ち掛け、ありがとうございます。